バンジャマンジョレス1863年7月2日、生麦事件賠償交渉のためのフランス軍艦、セミラリース上での日英二日入り。手前、フランス通訳、ブレックマン、幕府通訳。こちら向き、3人の神奈川武行、フランス公使ドベルクール、若年寄り、堺井正、英国海軍、オーガスタスレオポルド・キューパー提督、フランス海軍バンジャマンジョレス提督。 イギリス大理ジョンにールコンスタント・ルイジャン・バンジャマン・ジョレスは、タルヌ県アルビ生まれの19世紀のフランス海軍の提督で、フランス原動院議員、下関戦争に参加している。日本での上位運動が盛んになったことを受け、横浜の巨留民を保護するために、1863年4月26日には、ジョレスは、上海から、フランス東洋艦隊機関セミラミスで、 横浜に到着した。同年7月8日、長州藩はフランスの通報艦、キャンシャンを攻撃した。7月20日、その報復として、ジョレスはセミラミスとタンクレードを率いて報復攻撃を実施した。セミラミス号派砲36門の大型艦で、前田、弾の裏の砲台に猛攻撃を加えて沈黙させ、陸戦隊を下ろして砲台を占拠した。 長州藩兵は抵抗するが必ず、フランス兵は民家を焼き払い、砲を破壊した。長州藩は救援の部隊を送るが軍艦からの砲撃に阻まれ、その間に陸戦隊は撤収し、フランス艦隊も横浜へ帰還した。翌1864年9月5日から7日にかけて4カ国連合艦隊の一員として、レ列はセミラミス、タンクレード、 デュプレクスの三隻を率いて、再度長州藩を攻撃した。1865年、小栗忠政が、横須賀造船所の建設を計画すると、ジョレスは、レオンスベルニーを紹介している。フランス帰国後は、元老院議員となり、さらに1889年2月22日には、海軍大臣兼植民地大臣となったが、それから1ヶ月足らずの3月13日に死去した。 著名な政治家であるジャンジョレスは、おいにあたる。ありがとうございます。